いやー今日も暇やったなー。なあ、なあて。なんや。あのさ、なんでみんな俺の呼びかけを一旦無視するの。嫌われてるからやろ。お前には配慮というものがないんか。で、なんや。俺らは流行りに乗り遅れとる。どういうことや。人気者になるためには今人気あるもの、つまりは流行りを知らなあかんと思うんや。確かにな。というわけで、サツキンも動物園の中で一番流行りに敏感なユキに話を聞こうと思います。なるほどね。このままだと私たちはクビ。マルもワラビーも当てにならん。頼りはユキだけや。流行りに乗っかって人気者になるしか道はない。インスタとかやってみよう。インスタ知らないの？簡単に説明すると写真をみんなと共有できるのよ。早速映えを探しに行くわよ。おお、あ、あそこにいるのは大体の動物園でも隅の方でひっそりと飼育されているけど、ここさつき山動物園では主役級の扱いをされているエミュー。おーい、私たちと写真を撮りましょう。ダチョウの二番煎じみたいなあなたでも多少は映えの足しにもなるわ。お前エミューと何かあったの？なになに？写真を撮りましょう。映えね、全然映えねえ。すまんな。お前は悪くないよ。むしろなんかごめんな。あ、いいところに羊が。おーい、羊さん。羊じゃねえ。どうでもいいのよ、そんなことは。撮るわよ。ヤギじゃこんなもんか。ヤギがどうかしたの？インスタ映えを狙って一緒に写真を撮ってもらったんだよ。そうだ、羊さんも一緒に。撮らなくていい、たかが知れてるわ。すまんな。その顔いいじゃない。みんな、この顔で撮るわよ。